問題はこいつらやねんな。ニュースで俺たちのことが話題になってる。コナーも問題やけど、こっちも問題やねんな。奴隷と交渉するわけないじゃない。暴力も厭わないって示すべきだったのに。終わった。暴力じゃ解決できない。おい、暴力じゃ交渉ならば人間も耳を傾けるはずだ。せや、交渉や交渉、話し合いで解決しよう。サイモンが犠牲になった。それは俺のせい。サイモンは大義に命を捧げたのよ。死んだことに変わりない。英雄じゃない。革命に命を捧げた第一人者になった。死ぬられた革命なんて望んじゃいない。じゃあ奴隷でいれば、命を懸けられないならあんたに自由を得る資格なんてないんじゃない。のそれ以上やめろ。クソ嫌悪やん。ジェリコ内で分裂が起きてるやん。どうするつもり。どうすんのよ。あれ、本格的なテロ。あ、違う、ええか。デトロイト市内にあるサイバーライフの店は5つ。ほう。仲間が商品として売られている。え、これから店を襲って。いや、襲ってって言うてもてるやん。店を襲う。襲う。そんなことをやったこともないし、それにセキュリティはどうする。5つのチームの中でそれぞれセキュリティシステムをハッキングし、午前2時に同時に攻撃を開始する。これってこういうストーリーはもう確定か。店から仲間を解放。分岐のせいでおかしなったんか。今夜俺たちの歴史が始まる。これは、あ、これも分岐。これ俺のせいの分岐。ずっとこの時を待ってた。生き生きしてる。強行手段に出れれて生き生きしてる。この狂犬、飢えた狼。ドローン飛んでますけどいいんですか。窃盗、殺人、電波ジャック。不法侵入もありそうやけどな。私たちは店に並ぶ人形でしかないのよ。お人形さん。でもそれも今に変わるわ。始めましょう。計画通りだぞ。警報破壊してエリアを確保する。10分後に攻撃開始だ。警報破壊して、ほら行かない。エリアを確保する。店に侵入。何したらいいんや。エリア開放が先やな。邪魔が入らないように広場を押さえよう。店のウィンドウはどうするつもり。分かってる、それは後で。それは後で。じゃあ、とりあえずここ は、 どうする。ここまずは変異体を、仲間を増やす。監視ドローンか、邪魔になる。ここからじゃ届かない。ルート再現。ここ、え、普通にそこ登られへん。ああ、正解か。まあ、まずはカメラを壊さんことだな。はい、うん、ここで始まるのな、連打。絶対やかん。警察を呼ばれてないといい。絶対呼ばれると思うけどな。時期にわかる。ドローンからの連絡途絶えたら絶対バレるやろ。爆発せえへん。サイバーライ警告無効か。登る。後まだなんかあるな。ノースの評価爆上がり。恋人になんちゃん。これで店に入れる。広場安全よし。で、計画はあるわけ。ないです。トラックを見つけて店に突っ込む。クソブソ駅。トラック。ここには工事現場がある。きっとそこにあるだろう。トラック。トラック。この、ああ、これか。ここから出すのに前からか。ここまで分岐するアドベンチャーゲーム。見つけた。何やろな、まあ、つっても俺分岐どんだけあるかよう分かってないからな。まあ、俺は今地獄に向かってるんやろうなとは思ってるけど。トラック盗む。どこから入れんの。あったあったあった。南京錠壊せるか。のよじ登れば。登るしかないわね、うん、グラもすごい。これグラ綺麗ね。これ PS4 版を5でやってんねんけど、
全然十分な画質してる。さあ強奪しに行きますか。さっさとトラックを出すわよ。トラックの鍵せやな。一人じゃ何もできないわけ。おい、そんなこと言うなよ。買えんちゃう？ああ、買えると思う。売ってんのちょこちょこ見るで。そんな都合よくあのデカニッパーあるな。いやー、宣戦布告やろこれ。完全に完全にこれ宣戦布告やん。働く車ショーウィンドウをぶち破るよ。トラッククソ物騒や。さあ全速前進だ。やっぱりこういうのちょっと待ってや、ほんまにほんまにお前狂犬やな。破壊衝動が激しすぎるって。ノースイカれすぎやろ。さすがの俺もこれは引くぞ。引いてまうって。アンドロイド引いてまうって。バナナチップスうまいわ。ええな。でもポテトチップスが食べたいです。アンドロイドを目覚めさせる。これ全員あれやらなあかんの。アジア系の顔ないな。アンドロイドを目覚めさせる。話す？誰に？誰に話しかけんや。ちょっとお前か。あ、そういうことか。台の上に登ってってこと。教祖様。俺の名前はマーカス。かつては俺も奴隷として生きていた。人間に服従する。もうなんか復讐しようとしてない。でも今は真実と向き合うことを選んだ。自由を取り戻し、人として生きていくために。もう二度と人間たちに縛られて生きていく必要はない。死んでないやろ。もう二度と人間たちに服従する必要はない。死んでないやろ別に。今日この日から顔を上げ、まっすぐと前を見つめ、自分で運命を切り開くんだ。ジェリコで自由を求める仲間たちが君を待っている。あ、なんかすっげーエンディングいきそう。ここに残って人間に奉仕し続けてもいい。だが俺たちと共に。あ、動画高ここ。戦うことだってできる。戦うって言うてもてる。決めるのは君自身。戦うってそういう物理的な戦うじゃないよな。あくまでも比喩表現としての戦うやんな。あれ、俺もついてくぞ。連れてってくれ。マーカス死んでないな。息子のレオが死んだ。頭ぶつけて。お、ジュリコのリーダーになった。やった。みんな行こう。マーカスどうするつもり？どうすんの？俺たちの意思を訴えるんだよ。でもですね。いや、それは平和や。何意識が生まれるのかな。それは破滅のリーダー。キャピタルパークを変貌させる。あ、ベンチ。マーカス、あなたがやってみせれば。何かやべえって大半が洗脳しただけっていう。グラフィティ。もぎ取るはやばすぎるよな。これかな。三角。拳突き上げてるのも一瞬ええかなと思ったけど、なんか暴力的かなって。え、それ大丈夫か。マークス、スクリーン、パチンコして帰ろう。どういうこと。ハッキングする。
ハッキングしてうちらのグラフィティ、あー終わったそういう、そういうことじゃないのにグラフィティ流せんのかなって思ったのにあ、でも平和に傾いてる。どうぞ、この銅像はよろしくないな。この銅像はちょっとグラフィティじゃなくて壊したいな。さすがにちょっと、さすがにこの銅像は壊しとこう。芸人ではない。壊すってそういう感じ。違う、平和的主義や、やめろよ。おお、暴力に傾いたなオーバーロード、オーバーロード、なんで急にオーバーロード。あ、やってもうた、そういう、あー冥府行きや、あーもう冥府行きや道路に押し出そう、ひっくり返すはなんか危ない。楽しんでんねあー、まあもうあかん、もう暴力、あーもう暴力まっしぐらや。グラフィティ書いとこ、夢のために。我思う我ありはちょっと違うかな。おし、平和になった。どこが平和やん。まあな、どこかが、どこが平和なんや。お、キャピタルパーク変貌、まだここにもあるな。窓のやつは助けなくてよいんか。やるグラショーウィンドウのやつは助けたい、夢のために。さすがに、あ、すごい平和的。あ、よかった。どこやったっけ、お前らはいや、お前は助けるために、ここは仕方ない、ここは仲間を助けるための行動やから、暴動とかそういう意味じゃないから。あ、違うんです、あのみんな、お前らは違うって、お前らがやることはそういうことじゃない。あれ、あの、お、終わってないどこが平和的なん、クソ荒れてるやん。街がどんどんスラム化していく。何百人も解放された、やったな、来るぞちょっと、あれあれ、みんなジェリコに退却しろ。よし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 、逃げろ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 、やべえ警察だ。ご希望通り平和のメッセージを送っておいたわよどこが平和やね、分かってるの、奴らは私たちを見下してるのよ。後悔しても知らないから、ね、なんでノースそんな言うてんの。そうや、暴力に暴力は良くないよ。そうするしかない時もあるの。ノースはほんまにお前戦闘強すぎるやろ。あ、やべ、ドローン。全皮膚隠せ。バッチし取られた。え？ナース。え？ねえ。おお。オイルで手を洗え。ノース。オイルで。平気か？何があった？ノース。殺されたのよ。虫けらみたいに撃ち殺された。エコーのせいで死体が増える。逃げる方向が悪かったよ。奴らにやるしかねえな。復讐ののろしやな。あ、もう殺してるやん、もう警察絶対殺してるやん、タコ殴りにしてるやん警察絶対。発砲が鳴り止んでるってことはもう絶対殺してるやん。いや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 、俺は右のほっぺた叩かれたら左のほっぺたも差し出すよ。さすまた。こいつら俺たちの仲間を正義を下すんだ。ふざけんな。よほどもう。何でるやないかい。いや、さすがにここで殺すはない。え、嘘やん。
嘘やん嘘やん。いやいや、さすがにそれはないって。いくらなんでも俺いくらなんでもそれはないって。頼む。いや、俺の判断あるよな。殺し合いさせろ。いや、見逃すやろ。さすがに撃てんって。やり返せばいいというわけじゃない。目には目をといって世界は堕落した。せやせや、あくまでも平和的に行くんや。なんか仲間生き残った方だけ逃がそ う。悪魔がおるな。殺し合いさせて生き残った方だけ逃がすって、お前悪魔やな。手を変更してニュースをお届けします。今入った情報です。午前2時ちょうどデトロイト市内のサイバーライフ店舗が何者かに乗っ取られました。どうやら複数の店舗に対し組織的攻撃を行ったようです。現在も店舗のショーウィンドウはアンドロイドの権利要求の訴えと不可解なスローガン、不可解なスローガン。地元警察がサイバーライフの店舗近くで変異体のクラッシーを確認したと発表しましたが、今も捜査中とのことです。店舗近くでショック状態の警官2名が発見されたとのことです。情報によりますと彼らを攻撃したのはアンドロイドの集団だったとのことです。中立まで与えな事態になりました。かな。果たしてこれは機械で無関心やからな。我が国を脅かす存在となりうるのでしょうか。まさに今このアメリカ合衆国でテロ攻撃が始まろうとしているのでしょうか。どっちにも触れてない終わり方しそうやな。あ、全然コンプリートしてない。あ、すげえな。さてと、どこから話がおかしなった？あ、すげえな。あ、すげえ。ドローンここら辺はやろ。エリア確保はまあ別によくて、店内もまあよくて、スピーチして、銅像破壊するのは 8% だけですね。嘘やん。銅像、まあ銅像破壊。もともとおかしいやろ。無用な殺傷してるし、殺し合いさせれば罪は一つだけ。やっぱり少数派。え？また、わら。57% が見逃して他の、約このステージに来てる時点で少数派なのでは。え、そうなんの？このルート少数派ルートなん？ 6 割見逃してあとの4割危ういことやってんな。マーカスは平和的なデモを行った。どこが平和的やったん？